案件お出かけチャンネルは、さまざまなシチュエーションで使える東海地方周辺のお出かけ情報を配信します。今回は岐阜県白川町にあるクオーレふれあいの里でのキャンプ動画です。11月の月末でもうかなり寒い時期ですが、今年最後のキャンプに行ってきました。場所は岐阜県加茂郡にあり、名古屋などからも比較的近く来やすいところにあるキャンプ場です。国道41号線をずっと北方向に向かい、白川口を右折し、しばらく走ったところにあるこの赤い橋が目印です。とても分かりやすく簡単で来やすいところにあります。今ちょうど紅葉の時期で、来る途中も山がいい感じの秋色に染まってて綺麗でした。ここから20分ほどにある岐阜清流里山公園に寄ってきて、とてもいいところだったので、次回そこの動画を配信しますので、ぜひそちらもセットでどうぞ。まずキャンプ場の紹介をしていきます。着いたらまずこちらの建物で受付を済ませます。車は駐車場が隣にあるので、そこに駐車してください。こちらがクオーレふれあいの里の場内マップ。フリーテントサイト、オートキャンプサイト、あとはバンガローやコテージといったいろいろな宿泊方法があります。ちなみに今回はバンガローに宿泊です。テント泊か悩んだんですが、もう時期的に寒さが厳しそうだなと思い、諦めてバンガローにしました。施設利用料、入場料、駐車料金、清掃協力費は別途で必ず必要です。中に入ってこちらのカウンターで受付します。売店もあり、軽いキャンプ用品やちょっとした食料、備品などは販売されています。何か忘れてしまった時とかに便利です。調味料などもあります。受付の裏からキャンプサイトに入っていきます。駐車場は広いので駐車ができないという心配はなさそうです。キャンプサイトには車の乗り入れができないので、フリーサイト、もしくはバンガローを使用する人は駐車場から荷物を運ばなければなりません。運搬用の一輪車とリアカーは無料で借りれるので、荷物が多い時は借りた方がいいです。ここからは利用者しか入れません。キャンプ用品などをレンタルしたい人はこちらのキャンプハウスで借りることができます。奥に川があり、川に沿ってバンガローが並んでいます。そしてバンガローに囲まれる形で、真ん中のこの辺りがフリーサイトエリアです。
あー、秋のキャンプ場って感じだ。温水シャワー室、3分100円でシャワーが浴びれます。中はこんな感じになってます。コインシャワーも便利なんですが、正直寒い時期になるとちょっと厳しいかなと。そういう時はここから車で15分ほどのところに美濃白川という道の駅があり、そこに日帰り温泉があるので、そちらをおすすめします。今回そちらの温泉に行ってきましたが、寒い中での温泉は最高でした。ただ車じゃないと行けないので、行く前にお酒を飲むことができないのがちょっと残念。バンガローは種類がいくつかあり、電源なしの4人用、5人用、6人用、電源ありだと4人用、6人用、8人用、12人用、バストイレ付きの8人用と状況に合わせて選ぶことができます。すぐ横に綺麗な川が流れており、夏なんかだと川遊びができます。子連れの家族なんかにはもってこいのキャンプ場です。山など風景も綺麗で癒される。バンガローも新しく、まだ全然綺麗です。こちらが今回使用するバンガロー、電源付きの6人用です。屋根付きの土間があり、タープがなくても大丈夫なので、荷物を減らすことができます。ここなら座ることもできるので、なんなら椅子も持ってこなくてもいいかも。じゃあ中に入ります。お、いいじゃんいいじゃん。全てが木でできていて中も綺麗だ。ロフトもある。ロフトってだけでなんかテンションが上がるのはなぜだろう。2階の天井はちょっと低め。秘密基地みたいで子供は喜ぶだろうな。外と中に一箇所ずつコンセントがあります。電源があるのでヒーターを持ってきました。寒い時期にはかなり重宝します。近くに炊事場もあり、広くて綺麗なんですが、ここは水しか出ません。オートキャンプサイトにお湯が出る炊事場があるので、あまりの寒さで厳しかったらそちらまで行きましょう。
この日は天気も良く、本当に綺麗に紅葉が楽しめます。トイレの中も見てみましょう。トイレも割と綺麗に整備されています。ゴミ置き場もさすがの綺麗さ。分別しやすいようにちゃんと分けられています。こっちがオートキャンプサイト。みんなかっこいいテント使ってるな。受付の隣に飲食店もあります。ここで食事を済ますこともできます。隣には広い芝の広場があり、子供が遊べる遊具もあります。ちなみにこの日の夜、ここで大きなスクリーンを使った野外上映会のイベントをやってました。星空の下で見る映画もいいですね。夜ご飯はこの新しいキャンプギア、岩谷のカセットコンロタフマルとダッチオーブンを使ってフライパーティーをします。その前にまずは焚き火をします。乾燥の季節だから火がつきやすい。いい感じに燃えてきたので、これで暖を取りながらご飯の準備をしていきます。揚げる用の油を入れます。油が思ってたよりちょっと少なかったな。家で下準備してきた唐揚げ、朝からずっとつけておいたから味は染みてるはず。気温が低いためなかなか油の温度が上がらないので、低温でじっくり揚げます。ニンニクのいい匂い。味もちゃんと染み込んでいて、寒い中での揚げたて熱々の唐揚げは最高。
おちょぼ稲荷の玉屋の串カツ。これは揚げるだけだから簡単。いい揚がり具合で美味しそう。持参したソースをつけて、サクサクでめっちゃうまい。ビールが欲しい。家で準備してきたかぼちゃフライ、今が旬のかぼちゃを少しレンチンして、小麦粉、卵、パン粉をまぶしてきました。小学校の給食に出てたかぼちゃフライを思い出すな。いただきます。ホクホクで甘くて美味しい。最高。あとはこのふるさと納税でもらった返礼品のうなぎを使ってうな丼を作ります。だいぶ前に届いたんですが、ずっと冷凍庫に眠ってたうなぎです。ご飯はメスティンで炊きます。メスティンも五徳もダイソー仕様です。10分強くらい炊飯します。本当はタオルに包んで逆さまにして蒸らすんですが、タオルを忘れたので軍手で代用。ご飯を蒸らしている間にうなぎを焼きます。焚き火で炭火焼き。うなぎ屋さんみたいで楽しい。うな丼完成。うな丼じゃなく、これはうなメスティンだな。ご飯もいい感じに炊けたし、味はどうかな。おお、さすがにうまい。香ばしく中はふっくら。うなぎ正解だ。ここからは朝ごはん。ハンバーグを焼いてハンバーガーを作ります。本当は生のハンバーグが良かったんですが、スーパーに売ってなかったのでやむを得ず、こちらの焼き済み冷凍ハンバーグを焼きます。朝は寒く気温は2度。バンガローの中はヒーターがあったのでなんとかなりました。あと夜にはとんでもなく綺麗な星が見れて、ほんとびっくり感動しました。動画で撮れなかったのが残念です。玉ねぎも一緒に焼いていきます。外で作って食べるハンバーガーは別格にうまいはず。夜ご飯食べてから一旦温泉で、温泉に入った後に飲んだコーヒー牛乳もいつもの3割増しくらいに美味しかった。温泉もとっても気持ちよかったです。
そろそろいいかな。バンズもちょっと焼きます。網目の焼き色がいい感じ。こちらはハッシュポテト。これがまたうまいんだよな。ハンバーガー完成。チーズはそれっぽく見せるためチェダーチーズを使用。これもほんと絶品でした。朝食後のお散歩、ほんと綺麗に色づいてるな。癒される。ここの川ではマス釣りができるそうです。別料金ですが、マス釣り、マスのつかみ取りプランがあり、取ったマスをその場で食べることができるそうです。ちなみに釣り用の竿や餌はレンタルもできるみたいです。こっちがつかみ取りエリア。自然を満喫できるキャンプ場ですね。キャンプ場の近くにはこんなに綺麗な川が。これぞエメラルドグリーン。クオーレふれあいの里。名古屋からも近く、本当に良いキャンプ場でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録して、ぜひ参考にどうぞ。